ビクトリエ通り、または勝利通りは、ブカレスト中心部を貫く通りである。セクター121、ドゥンボビツァ川沿いのスプラインインデペンデンツェイから 2.7km、北上して、ビクトリエ広場で、規制フ道路に接続する。1935年のビクトリエ通り。左手にホテルキャピトル、右手にカーサカプサがある。奥の高い建物は、 電話宮殿1940年代のビクトリエー通り。郵便宮殿と CEC 宮殿もともと、現在のビクトリエー通りは、大通りや、ブラショブ道路と呼ばれており、ブカレストとトランシルバニアのブラショブを結ぶ、交易路の一部となっていた。1692年、君主のコンスタンティン・ブルンコベアルが通りを木材で、舗装し、バラチェに、セント・ジョン修道院、ズラタリ修道院、 カンタクゼノス、サリンダリ修道院を通る道路が整備された。1692年以降は、ブカレスト中心部と、市内から数キロほど郊外にあるブルンコベアヌの、モゴショアや宮殿を結んだことから、モゴショアや舗装道路と呼ばれるようになった。当時、バルカン半島のほとんどの道路は、春や秋になると抜かるんだが、モゴショアや舗装道路は、木材で覆われていたためこれを防ぐことができた。 そのため、この道路は地域内で最も重要な構造物の一つであり、ブカレスト市民の誇りでもあった。通り沿いは、ブカレストの最高級市街地となり、1775年には35のボヤールの屋敷が存在した。モゴショアや舗装道路は、ブカレストで初めて、1814年7月から、夜間に街灯が灯された。木材はそれほど丈夫な素材ではなく、 道路の状態が悪くなることも多かったため、1793年や1814年など、何度か修理が行われた。ロト戦争後、ロシアがドナウ諸公国を占領すると、占領軍の指揮官、パーベル・キセリョフは、ビクトリエ広場の北側に伸びる道路を建設した。今日では、この道路は、彼の名にちなんで、キセリョフ道路と呼ばれる。1842年、道路は、 曲席で舗装され、後にアスファルトへと更新された。1878年10月12日には、ルーマニア独立戦争の勝利を記念して、通りがビクトリエ通りに改められた。現在では、通り沿いに新しいファッション店、アートブティック、コーヒーショップ、レストランが立ち並び、ブカレストの高級ショッピング街となっている。通り沿いには、長らく、 コンスタンティン・タナセレビュー劇場があったが、2006年にリプスカニ地区へ移転した。また、電話宮殿の北隣にはもともと、ルーマニア国立劇場が置かれており、跡地に2006年夏にオープンしたのボテルの前には、劇場のファザードが再現されている。アテネ音楽堂は、通りから少し下がったところにあり、その間は小さな公園になっている。ビクトリエー通りは、 戦艦期において、ブカレストの目抜き通りであった。チューダ・オクタビアンは、この通りは、建設者たちの考えが及んで、我々に権利があるならば、ブカレスト全体が、どのように見えるか、ということを体現していると書いている。以降の、約半世紀は、停滞の時代を経るが、現在では、かつての繁栄を取り戻してきている。ルーマニア国立美術館と通りを挟んで向かいにある、 大学図書館はいずれも1989年のルーマニア革命で被害を受けたが1990年代に再建されている。また、電話宮殿は1997年から2005年にかけて修復が行われ、アテネパレスホテル、マジェスティックホテル、キャピトルホテル、カプサホテル、グランドホテルドブルバードでも修復が実施されている最中である。 コンチネンタルホテルとノボテルは修復を終えている。主な施設、ありがとうございます。